こんにちは、トラスト企画の花です。阿部ちゃんです。今日の動画は、はい、昨日出た動画の続きとなっておりますので、はい、もし見てない方は前回の動画確認お願いします。大変重要なことをお話しします、はいはい、で今回の動画ではですね、はい、実際に最近増えてるイベントを行った後に、うん、エアタグだったり GPS を仕込まれてしまった場合の検証動画となっております、はい、なるほど。で実際にどういったところに仕込まれてしまうのか、うん、で万が一仕込まれた場合どういうふうに見つけたりすればいいのかっていうところを今回の動画ではね紹介したいなと思うので、はい、ぜひ皆さん最後までご視聴お願いします。お願いします。車好きのみんな集合。一緒に YouTube を盛り上げてくれる車好きの若者を大募集中。誰よりも車に詳しい三度の飯より車、現役の走り屋、 GTR が好きで仕方ないやつ、マニアックな知識を生かして一緒に働きましょう。あなたのご応募お待ちしています。はい、ではまずこちらのね、うん、アップル製品のエアタグっていうものを使って、うん、はい、まあ、今回エアタグで検証するって感じですね、はい、しますね、はい、以前ではね防犯で紹介してたんですけど、うん、まさかこれを盗みにね使うやつが出てくるとは思わなかったんで、うん、まあ、それだけ手軽ってことだよね。そうなんですよ。これサイズもすごい500円玉ぐらいの大きさですし、うん、値段もね3000円ぐらいで買えるものなので、うんうん、確かに手軽ではあるんですけど、うんうんうん、まあ、それがメリットにもデメリットにもなってしまったということで、そうですね。でこれをどこにね、うん、仕込まれやすいのかをちょっとサンニー GTR をね阿部ちゃんの使ってやっていこうかなと思うんですけど、うん、はい、まずさ、はい、大前提ですよ。まあ例えば車を展示したりとか、まあ、そのイベントの駐車場に置くとするじゃないですか、はいはい、内装に仕込むっていうのは無理だと思うの。うん、私もそう思います。あ、でも展示だったらワンチャンあるかな。ちょっと私聞きたいのが、うん、私その車系のイベントニスフェスしか行ったことがなくて、うん、でそれも出店側で行ったんで、はい、みんなの車とか見る暇がなかったんですけど、うんうんうん、どういう感じなんですか。もう本当に好きな車を自由に見れる環境なんですか。ね、基本的には、はい、触っちゃダメだよね。あー、オーナーさんはやっぱ近くにいて、まあ、オーナーはいないと思うけど、そう、展示してる人は近くにいるんじゃない。あ、なんかそう自由にドア開けて乗り降りっていうのは基本的にはしないかな。あ、ただその例えばその展示してる車の目玉が内装にあったりとかすると、はい、まあ、ドア開けてたり窓開けてたりっていうのはあると思うから、こう開いてる状態で展示してる人がのワンチャン、その展示車両だったらね、うんうん、あると思うけど、まあ、駐車場とか一般の方の車だと基本的にはロックしてあって、そうですよね、窓も閉めてあると思うんで、はい、外側のどっかだと思うんですよ。まあ、そうですね、うん、これを使った事件が以前にありまして、うん、それも前の動画で紹介したんですけど、はい、警察車両のマフラーの部分にこのエアタグが仕込まれてたと、うん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 、なんで私も外が一番手っ取り早いというか、うん、仕掛けられるところだと思うんで、うんうんうん、確実性を期するとすれば、うん、タイヤのあたりは振動が多い、うん、雨が降ったら濡れちゃう、はいはい、だからあんまり考えづらいかなって思う、うん、そうですね、うん、あ、待って、ここ分かんないかも、うん、まあ、そういうとこに貼るとか、あとはさ、はい、こういうバンパーの下とかに両面テープで貼るとか、すごい今分かんなかったですね。こことかさ、この中に入れちゃうとか、アンダーカバーがあるから落ちないし、そうですね、うん、フロント周りか、もしくは例えばこうフロントってさ、こうインナーフェンダーがあるじゃない、こういう風に、そうですね、これをさ例えばちょっとこうめくって中に入れちゃうとか、あ、まあ、こういうとこちょっとめくってスッて入れちゃうとかね、ペッて取り付けるんじゃなくてもう内部の方に入れちゃうとか、仕込ませる、あと考えられるとすれば、うーん、そうだな、
あんまり暑かったり水かかったり振動が多かったりっていうのはいけないと思うんですよ。そうですね、あと開け閉めが少ないところもポイントですね。あ、そうだね。例えばここだったらガソリンとか入れちゃうときに、あ、多分僕だったら絶対助手席側のどっかにしますね。うわ、運転席側じゃないのか。絶対それはしないと思う。頭のいい人だったら多分しないよ。あー、確かに。こういうところに貼っつけちゃうとか。あー、見えないですね。見えないところに貼っつけちゃうとか、こういう風にリアフェンダーので多分その花ちゃんが紹介した警察のなんとかっていうのも、はい、さ、このこことかさ、わ、もうマジで、ね、リアバンパーのこの、はい、こことかさ、そういうところなんですよ。わかんないじゃん。でなんか普通にエアタグだけをそのまま、うん、つけてたんじゃなくて、うん、黒いなんかの入れ物に入れて仕込ませてたんで、うん、あ、そしたらやっぱ防水でしょ。はい、防水。あとその色も下回りの色とマッチングするようにか分かんないんですけど、うん、なるほどね。まあ俺だったらここかな。そこにしますか。ここにするわ。分かんないもん。多分こうリアバンパーのここ、こう普通に覗いても分かんないですね。絶対分かんないよ。で私思ったのは、多分フロントで作業をしてたら、うん、ちょっとなんかリアより目立つ気がしますね。まずフロントってさ、ジャッキ上げたりすると下回り見えちゃうじゃん、うん、でもリアからジャッキ刺すってあんましないから、あ、ここ見ることってまあないで。そうですね、うん、じゃあオーナーの阿部ちゃんも、僕だったらここにします言ってるので、うん、じゃあここに仕込ませたっていう手にしますか、うん、はい、で今ねリアに仕込ませたんですけど、うん、じゃあどうやって見つけるのかが問題です、うん、で、エアタグっていうのは Apple の iCloud、うん、Apple の通信を使って、うん、その持ち主に位置情報を送るっていうものなので、うんうん、もしそのオーナーさんが Apple とか使って、例えば長距離このエアタグと移動してたら、うん、不明なエアタグが検出されましたってまず出るんですよ、うん、なんでこういう画面が出た場合は、うん、すごく注意した方がいいです、うんうんうん、で、うわ、不明なエアタグなんか携帯から通知来たってなって、うん、見てもあそこじゃ絶対わかんないじゃないですか。絶対わかんないね。で、まあそのアップルの製品なので、アンドロイドの方とかはそういうのは出ないんですよ。なるほど。そこも一つ注意点なんで、うん、まあ今回はエアタグで検証してるんであれですけど、はい、まあ例えばなんか市販のただの GPS 発信機とかだったら、もうその携帯にも何も出ないよと。何も出ないですね、はい。そういった時はどうするんですか？そういった時も使えるものを用意しました。はい、何を？もうみんなね、多分テレビとかそういうので聞いたことあると思うんですけど、うん、こちら妊娠検査薬。違います。探知機となっております。え、すごっ。これが探知機。そうです。多分みんなが想像する探知機って、うん、もうでかいやつで、うん、なんかワン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 みたいなさ感じだと思うんですけど、はい、探知機も発展、うん、発展、うん、しておりまして、うん、小型化されてます。なるほど。でしかもこちらはAmazon の方でね購入したものなんですけど、うん、まあ、6000円ぐらいで買って、うん、次の日にはもう届きました。ほうほう。見つかるとどうなるんですか？見つかると、うん、ピピピピって音がこれは鳴るタイプです。なるほど。なんかここにねレベルゲージがあるものもあるんですけど、うん、これは音で鳴らしてくれるのですごい分かりやすいです。なるほど、なるほど。だからレベルゲージのものもあるんですけど、うん、反応してるかしてないかいまいち分かんないので、うん、こう音で見つけたよって知らせてくれるものがいいと思います。なるほど。やってみましょうよ。やってみますか、はい、じゃあまずは、はい、場所が今分かってる状態で、うん、そこに近づけたら鳴るかどうかちょっとやってみようか。やってみますか、はい。うん、80点。じゃあ早速電源をつけて、うん、隠してる場所に、うん、近づけてみてくださいよ。やってみますか、はい、いきますね、はい、で何もないとこではちゃんと鳴らないんだよね。鳴らないですよ。OK。
ってないね。こういうところとか、うん、リアの方やっていきたいと思います。はい、お、鳴ったね。鳴りましたね。あ、鳴ってんね。あ、反応ありますね。あ、鳴ってる鳴ってる。これ何もボタン触ってないですかね、うん、音のボタンとか。はいはいはい。でちゃんと多分ここの位置で反応してると思うんで。はい、ここにあります。うわー、すごい。やっぱ反応すんだ、ちゃんと。はい。わー、こういうので発見できます。すごいね。じゃあ、まあ、あるところではちゃんと反応するけど、はい、じゃあ今回はどこにあるか分かんないという手で探してみますか。探してみますか。はい、じゃあやってみたいと思います。はい、はい、じゃあちょっと車、これどこに今僕つけてあるかわかんないんで、やってみますね。ちょっとオーナーのね、アメちゃんを試したいなと思いまして。だからさっきもやった通り、っていうか言った通り、下回りとかだと思うんですよ。はい、隠せそうなとこだから、うん、だからそういうとこを重点的にやるといいと思うんですよね。あ、こういう感じとか。はい、そうだな。あ、今鳴ったよね。今鳴りましたね。反応ありましたね。え、お、お、お、こんなところに貼り付けられてる。ここでした。え、あ、本当になるよね、これ。なります、なります。え、これ普通に使えるじゃん。信じてくれました。すごいわ。新婦、新婦役者。ほら、だってね、まあ3人に限ってですけど、貼っ付けられそうなとここうやって探していくと、はい、音鳴ったらわかるじゃん。わかります。え、めっちゃすごいね。6000円弱のものなんですけど。すごい。ほら、ちゃんと。で、この赤い窓は何だい。赤いのは、盗聴、盗聴じゃないや、盗撮、盗撮、盗撮用のカメラで。多分仕掛ける人ってそこまで潜って。いやいや、だって怪しいじゃん、こんなこと。もう一瞬でさ、こうやって、そうそうそう、自然な感じで。場所じゃないと難しいじゃん、うん、だと思うんで、さっきやった阿部ちゃんの探し方とかで大丈夫だと思うんですよね。普通に考えたらね、うん、仕掛けられるとこって限られてくると思うんで、うんうん、皆さんこれはすごいわ。お、ちょっとオーナーさんの阿部ちゃんもいいって思った商品だと思うんで、うん、これ別にうちで売ってるものとかじゃないんだよ。皆さんの防犯のためにやってるんですよ、これ。案件じゃないです。あの、メーカーさんお願いします。そうですか。はい、なるほど。皆さんね、ぜひこれ1台ね、持って、まあ、友達で使い回してもいいと思いますし、ね、ね、まあ、もしイベントとかに行かれて、はい、そのこういうので不安だなと思ってる方は、ぜひ帰ってからこれやってみてください、うん、はいはい、でこちらの商品の概要リンクも概要欄に貼っとくので。優しいっすね。うちで売ってる商品じゃないんですよ。そうなんです。もう皆さんのためにやってますから。もし売れたらね、オリジナル、あの、盗聴器みたいな。ステッカーだけ貼ってさ、出せばいいじゃん。ここ探知機みたいな。消してやりかねない、みーくんが。そうですか。はい、はい、まあね、今回の、まあ、動画では2本立てで、うん、まあ、防犯について、はい、また注意喚起するっていう動画を撮ってきたんですけど、まあ、やっぱりさっき言った通り、最強な安全なのは社外セキュリティですというところで、まあ、どういうセキュリティつけたらいいかわからないとか、だいたいどれぐらいなんですかみたいな、値段的にね、はい、もしそういうの全然わかんなくて、あ、僕にでよかったらご相談乗りますので、はい、電話なりメールなりしていただければ、あと LINE でも結構です。で、実際に相談された方でセキュリティ施工した方とかも、はい、そうですね、まあ、僕と同じセキュリティつけたいっていうんだったら、はい、僕がやったところにお話し通って、うん、うちから紹介させていただくことも可能です、はい、まあ、実際にセキュリティついてる車どういうふうに作動するんですかみたいな、うん、
もしここまで来てくれれば僕の車でお見せします。そういうね、そのみんなのね車を守るための行動はトラスト企画も今後、ね、積極的に取りたいなと思うので、はい、僕らは日本から世界から、うん、車両盗難が撲滅される日まで、はい、この啓蒙活動をやっていきたいと思いますので。そうですね、はい、あのこのね志に賛同していただける方、ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。お願いします、はい、じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。